ある調査によると、中共はツイッターの偽アカウント軍団を利用して、中共の外交官や国営メディアのツイートをリツイートし、何億人ものユーザーに対し、そのようなメッセージを目にする可能性を高めている、これは中共による対外的なプロパガンダのひそかな強化である。 中央通信社の報道によると、この調査は AP 通信社とオックスフォード大学のオックスフォードインターネット研究所が7ヶ月かけて完成したものである。研究者によると、昨年2020年6月から今年1月まで、中共の189人の外交官のツイートのリツイート数のうち10%以上が3月1日以前にツイッター社により無効にされたアカウントからのものだった。 ツイッターのプラットフォームは人為的操作を禁止している。2019年10月からツイッターを始めた元中共の中英大使である劉行明のツイッターアカウントはその一例である。当時、中国中共外交官の多くがツイッターやフェイスブックなどのソーシャルメディアを使用し始めていた。 現在、朝鮮半島事務特別代表を務めている竜行名は、自ら中共の洗老外交の手本を示している。喧嘩越しで大げさだと言われている彼のツイートだが、昨年6月から今年2月までの間だけでも、リツイート件数は4万3000以上にも上る。しかし、彼らがツイッター上で受けた指示の大半は捏造されたものだ。 AP 通信とオックスフォードインターネット研究所の調査によると昨年6月から今年1月にかけてリュウ行名が受けたリツイートの半分はツイッター社のルールに違反して無効化されたアカウントからのものだった。中共のオウム返しはツイッター社に停止されようが沈黙することはない。彼らは依然として偽アカウントを利用して中共のプロパガンダのためにオウム返しを続けていた。 ツイッター社が AP 通信社とオックスフォードインターネット研究所の調査に対応し、多くのイギリス人を装ったこれらの偽アカウントが最大1万6000回のリツイートとリプライを続けていたことを突き止めたのは4月末から5月初めのことだった。その後、ツイッター社は人為的に操作したという理由で再びこの偽アカウントを停止させた。この停止は永久停止ということである。 AP 通信によるとこのような虚構のトレンドづくりが中共の海外でのプロパガンダの地位を高め多くの支持を得ているように見せかけておりプラットフォームのアルゴリズムを歪めることでより多くの本当のユーザーが中共のプロパガンダに引き付けられてしまう通常アルゴリズムによって人気のあるツイートはより拡散されやすくなっている このような偽アカウントが長期的に大規模に展開されると中共の発するメッセージの影響力が深まり増大するだけでなく情報環境をを歪め、信頼度を低下させるる。ことになるオーストラリアクイーンズランド工科大学でソーシャルネットワークを研究している上級講師のティモシー・グラハム氏は この状況をゆっくりとした大きなプレートの動きのようなもので時間をかけてそれが少しずつ方向を変えるだけで大きな影響を与えることができると表現している。中国中共外務省はソーシャルメディアでの不正はないと主張している。